大日本青年党当期大日本青年党とは、1936年10月17日、橋本金五郎を党領として結成された政治団体。機関士は、太陽大日本。大日本産業労働団、積成会、大日本学生団を組織し、上海に支部を置いた。1940年11月3日、思想団体大日本積成会に改組された。 国家社会主義系、革新右翼の国家主義団体、ナチロセ線の組織などとされる。ハレット・アーベントは、ドイツのヒトラー・ユーゲントに似た組織と記した。畳谷・栄太郎は、青年トルコ党と大日本青年党の名称には、因縁を感じさせる。という。山内正幸によれば、橋本が、初代大統領、ケマルアタチュルクに浸水したことはよく知られているが、 政治と軍事を結合した政権掌握にに異を発揮した統一進歩団やその首領たちの足跡に無関心だったとは考えられない。という。大日本青年党の後進大日本青年党の制服を着ている橋本金五郎陸軍では2.26事件の前後措置として行動派放築のために寺内俊一陸軍大臣により一連の宿軍人事移動が行われた。 1936年8月1日付で、宿軍人事の最後の者として3000人に及ぶ大移動があり、立川三次、小畑俊郎が予備役へ編入され、平野助九郎が大名となり、柳川平介が参謀本部付にされ、橋本金五郎も大名となった。1936年9月1日、橋本は3000枚に上る挨拶場に、 飛躍的大日本国家体制という一文を添えて各方面に配った。その後、宣言をまとめ、10月に橋本金五郎宣言から飛躍的大日本国家体制大綱として出版した。宣言は、総論1、精神的、飛躍に経済的、飛躍3、外政的、飛躍4、軍備的、飛躍5、政治的飛躍という構成であった。畳屋は、 神道の使命として国民総動員を目標とする一国一党の実現にあると述べられていることから従来の議会政党とは一線を画そうとしている。と評した。神道の一国一党論にはナチスの影響が伺われるが我が大日本天皇に対し忠誠を持って責任を受けると述べられていることからヒトラーは名実ともに独裁者たり得たが日本では 天皇の存在を認める限り独裁者となる可能性はない。と評した。最初、ステーションホテルの215公室に事務所を置き、渋谷区穏やかだの子横田千之助邸を買収して、本部とし赤字に白の日の丸の陶器を定めた。錦のお旗は白丸ではなく金色の刺繍を施してあり、明治維新では、 官軍の表彰となったが、これにちなんだのが、白日赤世紀で天皇記述をシンボライズしたものである。1936年10月17日の神舐メ祭りの早朝に、明治神宮で、決闘式が行われた。コンサージの制服に身を包んだ七人連れ、橋本の大間牧吉雄須山徳太郎、黒沼理事。 松園茂寺、籔本正義、大川健一ら社会運動のキャリアを持つ同士が、明治神宮の表参道を、大川が陶器である赤字に、白丸の旗を立てて進み、明治神宮斜線に整列し、一歩前に出た橋本は、新、金五郎、広告の現状を目視するに忍びず、ここに第二本青年頭を創立し、昭和維新の大行翼山に停信暴行を誓う。根が湧くば 病人加護を垂れたまえと宣誓した。10月18日正午頃、2.26事件に関連し、基礎中の参謀本部振力軍不評隊員、田中渡るが自宅で自決した。超勇と並ぶ橋本の復讐だった。しかい、船の絹の証言によると、田中は橋本から渡された相当の金額を、決起部隊の青年将校に渡してしまい、 取り調べでその金が問題とされたため、橋本をかばうために受決した、という。間もなく、木柱で作った田中渡るの日が、党本部の庭の月山に建てられた。第1回党大会は、東京の明治神宮で行われ、党員約600名が参加した。1939年11月に、東京の日比谷公園で行われ、党員。 約2000名が参加した第三回党大会では、橋本が日独区位国同盟を支持日本における一等性志向も支持した。また、1940年末までに党員数を10万人まで増やす野心的な目標を打ち出した。1940年に大日本赤政会を結成した時は橋本が会長として続投した。しかし、 日中戦争と後の太平洋戦争により徴兵が増え、青年党が取り込みを目指した階層のほとんどが日本軍に徴兵されたため、この目標は達成されなかった。また、政党ではなかったが、1940年10月のに、首相、この江文丸が結成した大政翼三会には大日本青年党も含まれた。目標を達成できなかった橋本は1940年末に、 満州国に戻り、同地で日本人住民をターゲットとした第二本青年党と同様の組織を設立しようとしたが、これも失敗に終わった。第二次世界大戦の終戦までに第二本青年党はほぼ消滅しており、体制翼3回とともに連合国軍最高司令官総司令部によって解散を命じられた。橋本は口述書にて、私は、 現役軍人を去った後1936年10月国内改造の目的をもて第2本青年党を立てました。この団体には現役軍人または地名の氏は一人もかつておりませぬ。この団体の経費は2万名弱の会員から徴収する毎年1円当ての会費と入会金2円とで支弁しておりました。軍部その他いかなる方面からも 財政上の援助を受けたことはありませぬ。この団体は侵略戦争を目的としたものではありませぬと証言した。ありがとうございます。